さあ、2006年度の古文ね、解説いきたいと思います。5分間でいきましょう。まず、1つ目、文法問題は、センター試験はね、敬語の問題以外は結構、選択肢もあるので、比較的早く簡単にできるので、ちょっと先にね、やってみましょう。文は、助動詞の無のことです。これは、いろんな形がありますけれども、まず2つ、たった2つだけ覚えましょう。これ形でわかるんです。まず、無の下に体現。こととかものとか名詞のことです。ね、するとこれ、婉曲、なんとかのようなってやつ。もう一個は、無の次に、とて。これ、一心だから。何々しようと。まず、この二つを探してみましょう。すると、本文探すと、A のところ、思い出これならん歌詞。歌詞ってのはこれね、終助詞って言うんです。違います。まず、ここ。なお、言わまほしからん、ことって体現きました。はい、これ、言いたいようなこと。婉曲なんです。なので、婉曲、これか、こいつです。ね、で、C のところは、構えて、亡骸を損なわで収めて、ね、まあ、こうしててもいいんだけど、一旦ちょっと飛ばして、ここ、ゆかしがりつるものを見せん、通ってきました。これ、意思です。なので、ここか、ここです。ね、と、答えは2番、ということです。さあ、じゃあ、次の傍線部の A のところね、解釈の問題です。まずここね、受験生であれば、顔の匂い、懐かしい、この2つの単語に目がいかないといけません。匂いというのは、嗅覚だけではなくて、まあ、視覚のことでね、美しくて輝くその視覚、または色のことを表すです。すると、まあ、ここの訳は全部、様子とか顔色になっているので、これ、間違ってないんです。なので、これ出題者はね、この匂いの意味は特に聞いてないんだなと。こういうふうに選択肢を横にこう観察するんでね。で、もう一個、懐かしの方は、ここ、親しみを感じるってことです。懐かしに。懐くに近い意味だね。なので、ここ、愛おしい、心が惹かれる、可愛い、心配、親しい。まあ、これね、まあ、親近感を感じるという意味では、別にどれでも、ずれてないような気もするんだよね。なので、ここはちょっと選びにくいので、出題者はここを聞いてるんじゃないんだなと。ね、選択肢をこう横に観察すると、ここ特に間違いがなさそうなので、おそらく、他のところを聞いてるんじゃないかなと。そうすると、ここよく観察すると、顔のその中身、ね、がいろいろ書いてあるんです、ここ。すると、この思い入れたらだから思いを入れた。じゃあ、花に思いを入れてるのか、自分の死のことについて入れてるのか、女のわらわに思いを入れてるのか、梅の花について思いを入れてるのか、過去の思い出に思いを入れてるのか、さあ、どれでしょうかということを出題者が聞いてるってことがわかるんです。ね。そうすると、これは、傍線部への、その、上、ね、傍線の上のところにセリフがあります。ここに、その心情の、理由、心情の中身が書いてあるわけです。なので、傍線の上をちょっと見てみましょう。ここです。ね。嬉しげにも咲きたる花かなと。ここずっとセリフです。で、その前のところさ。目のわらわが、その梅の枝を折ってきて、君ならでは。これです。君ならで、でっていうのは打ち消し。君でなくては、誰にか見て、ん、梅の花。ここ、半語です。ね、もう設問で和歌ができたら半語だと思ってください。君ではなくては誰に見せましょうか、梅の花。君だからこそ梅の花を見せるんですよと言ってるんです。だからここね、梅の花のことを言ってます。で、花の、梅の花の話をずっとして、ここ、桜はまだしくて実らんぞ、口惜しくね。梅が咲いてから桜が咲くんでね。だから桜は咲いて今見て楽しんでるんだけど、桜はまだなんて残念だなと言ってるんです。なので、ここ、内容としては花に思いを巡らしている。ここ違うね。で、4番は梅の花だけじゃないんだな。だから、ここ、1番、これで正解です。ね。どうぞ。よいしょ。こういうふうに、選択肢を観察して、出題者がどこを聞いているのか、それを先に考えるのも、時間短縮には非常に大事な、視点ですので、ぜひ、こう横にね、選択肢を観察して、さあ、傍線部の上にのセリフがあったら、ここが答えだよと。ね。っていうのを、ぜひやってみてください。